大事なこの、まあ、この回の頭のバッターストレート左中間方向ですがレフト回り込んで追いついた。よく取りましたレフトの西川。最後手をちょっとやけどしたかもしれません。いやでもナイスプレーですね、これは大きなプレーですね。いや大きいですね。打った瞬間完璧に抜けたかなっていうようなね、この放送席から見たら映像でしたけど、最後足が非常に伸びてきましたよ ね、もう一度ご覧いただきましょう。ギリギリのプレーじゃないですか。左中間広く空いていました。ガギアの経験ですと、まだまだね浅いところある西川ですが、これよく取りました。いや素晴らしいプレーですね。取れなかったらもう三塁打ぐらいになってるでしょうかね。そうですね、大きな場所を考えるとスリーベースになっているところを、本当にナイスプレーですね、まあ、逆転直後、まあ、それこそ大ピンチを迎えるところでしたが、ナイスプレーでこの有原を助けます。2番の角中を迎えます。カーブを打ち上げて、今度も向こう向き追いかけていくかどうか、追いつきました。最後フェンス、まあ、風が今日はそこまで、まあ、多少出てはきましたが、結構打球でも思った以上になんか伸びた感じもありました。よく追いつきました西川。いやこういうプレーをしてくれるとね、ピッチャーリズム乗れますからね、非常に大きいですよね、はい、しかも両方とも抜けてもおかしくないような打球でしたからね。よく最後目切らず、しかも本当フェンスの手前でしたからね。そうですね、ナイスプレー2つ、石川のファインプレーで2アウト。沖野、高橋、角中と悪くはないバッティングでしたが2アウトなし。